はい、豊島区 YouTuber、サスタニオです。本日はですね、エデンに来てくださった、豊島区在住の高校生にインタビューをしていきたいと思うんですけれども、まず率直に豊島区の印象みたいなのはどうですか？豊島区はなんかとりあえず池袋しかなくて、他はなんか影が薄い 感じ。影が薄い。一応巣鴨とかね、目白とかは、東長崎、千川とかも豊島区なんだけど、あまり豊島区で遊んだりとかしない感じですかね。しないです。高校が違う区なんですけど、高校の友達とかと遊ぼうってなると、豊島区っていうより違うところで遊ぶみたいな感じなでるほど。池袋でもあんま遊ばないみたいな。す。なんか池袋はなんか結構治安が悪いイメージが あっなるほて、ど、なるほど。近いんですけど、間違いない。でもなんかちょっそんとなにゴミゴミしててみたいな。ちょっそんとなに危ないみ危たいないイな。メージが。なるほど、なるほど。じゃあなんか周りの高校生も遊ぶとかだったら、他の、なんでしょう、下北とか、下北はまだ早いのかな、わかんないですけ下ど。北はあんま行ったことないです。なんかどのあたりがなんか人気スポットとか定番とかあるんですか？吉祥寺とか新宿もあんま行かないけど、結構吉祥寺とかが多いです。吉祥寺だとなんかカフェ巡りとかみたいな。どうなんですかね。最近の JK はタピオカが大好きなんで でもタピオカで言ったら、例えば池袋西口とかもいっぱいあるんだけど、やっぱあの辺とかはちょっとまだ行きたくないなみたいな印象がある感じ。他の区に住んでる子が結構多いんですけど、他の区から見ると池袋は危ないみたいな。危ない。 確かに、以前よりは治安改善したと思うんですけどね。確かに吉祥寺とかのイメージに比べて、ちょっとまだまだ繁華街っていう感じがするんですかね。なるほど。逆にちょっとなんかこう、でも豊島区住んでるし、なんかここはおすすめだよみたいなスポットがもしあったら教えてほしいんですけど。おすすめのスポット、でもおすすめのスポットっていうより結構なんか地域のつながりとか結構多くあるんで、例えばこの前行ったのは餅つき大会が近くの小学校であって、で行ったら、その小学生の時になんか児童館みたいなところで先生してた人がまだいて、すごで久しぶりみたいな感じでいろいろくれたり、そういうなんか近くのつながりみたいなのがああ、あるところ。意外になんか豊島区だと池袋のイメージが強いんですけど、その池袋から離れて、特に西側の、西武線沿線とか有楽町線沿線とか、結構地元のつながりとかめっちゃ強いですよね。強いですね。なるほど、わかりました。じゃあ最後になんか豊島区に向けて一言みたいな、もしあれば。一言ですか？ここなん直してほかしいと池か。袋メインになっちゃってるから、もうちょい他のところもなんかいろんなことをやって、なんか もっと豊島区が有名になるんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございました。バイバーイ。